こんにちは。今日はジオスさんのミストラルですね、こちらの方を見ていこうと思います。前回ご紹介したのがミストラル黒森ということでですね、フレームが黒森だから鉄ですね、まあ、いわゆる鉄になっているもの、こちらは、ミストラルはアルミのフレームになってます。違いはですね、そんなに多くないんですけれども、ポツポツと違いがありますので、そういったところを見ていこうと思います。こちらミストラルはフレームがアルミですね、アルミのフレーム、サイズが400、430、480、520の4サイズに、カラーがブルー、ホワイト、ブラック、グレーの4色ですね。まあジオスさんで言えばジオスブルーが有名なんですけれども、520のサイズで 10.8 キロになってますから、ミストラル黒森と比べると 0.8 キロ軽くなってます。フロントフォークは黒森ですね、こちらミストラル黒森と一緒ですね。ブレーキレバーですね、シフトレバーにフロントディレイラー、ギアクラング、ボトムブラケット、ギア、リアディレイラー、ブレーキ、そしてホイールも、一緒ですね。ミストラル黒森とこちらついているものは一緒になりますね。で、シモダさんで固めてあるというのは非常に嬉しいですね。タイヤが 700×28C のケンダさんのタイヤになってます。ミストラルとミストラル黒森、違う部分っていうのは、まあ、カタログで分かるところでいうと8箇所、違う場所っていうのはフレーム、ハンドル、ステーム、ヘッドパーツですね、そしてグリップ、タイヤに、シートポスト、そしてペダル、ちょっとここついてませんけどね、その8箇所が違います。なので、まあ、乗ってて違う部分が出てくるというと、まあ、フレーム、そしてタイヤ、あとはグリップですかね、こういったところが、まあ、乗ってて違うなと感じてもらえる部分かなというふうに思います。使い分けとしてはですね、まあ、たまに週末ぐらいちょっと遠くに1時間とか1時間半とか乗りたいなと思う方はミストラル黒森にしとった方が楽かもしれないですし、まあ、街乗りしかしないっていう方は、まあ、少しでも値段が安いミストラルでも十分なのかなという気はします。本当に違う部分っていうのが限られてくるので、今日の動画っていうのは簡単に終わってしまいますけれども、